ゴーストワイヤー東京。さあ今回もゴーストワイヤー東京やっていこうと思います。前回のパートの続きですね。なんかさ、この建物の中にさ、ご飯っぽいものがあるんだよね。ちょっとあれ撮りたいんだよな。でもう一回だけちょっとおみくじ買っといていいですか皆さん。もう一回だけ、あ、もう買えない。一回きりなんだこのおみくじ。マジかよ。今おみくじに向かってパワーを出したけど、めちゃめちゃ罰当たりなんじゃないかな。あの女さえいなければ。なんだ、開く、開いた。はい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 、ここにまた霊がいると。これ吸収して、これなんか食べ物っぽいよね。回収しとこうか。あ、なんか見れる。秋祭りのお知らせ、そういうのもあったりするんだ。あ、見れる。うわー、なんかね、このゲームさ、勉強になるんだよな、シンプルに。そう、厄年とかもね、ありますけど、結構多いですね、厄年って。こう考えたら結構な頻度で来るんだね。あ、弓矢か、これは。お、金庫、おけると。金庫から金奪ったぞ。神社の金庫から金奪ったぞ。めちゃめちゃ罰当たりだけど。わっ、団子そのまま取るな、団子。こんな感じか。オッケー。まあとにかく、一旦ここ霊視して何かを見つけるところだよね。武具を入手する。武具、あ、ここにもある。前回確かここのさ、敵全部倒したから、もうここら辺は関係ないのかと思いきや、あー、でもなんかあるな。これ関係ないか。あ、なんだこれ。あ、自動販売機的なものかな、これ。よし、全部吸収しよう。あと、こいつも吸収して、よし。で、あ、売ってんだこんなとこで。レア物ばかりだよ。ほんまかいな。なにこれ、弓しか売ってない。あ、でもあれ、カタシロ売ってんだ。あ、まあでも買わないわ別に。これどこに行けばいいんだ。行くべき場所が全くわからないけどな。とりあえずこれ吸収はしとくよ。エーテルをエーテルしといて。前回コメント欄であんまり触れられなかったけど、エーテルをエーテル。誰か笑ってくれと信じて。あ、なんか取れた。なんだ今の。なんだ、金でコーティングした茶道用の茶碗。何今の。売れんのかな、もしかして。あー、てか待って、なんか目的地出てんじゃん。てか、よく見たら。なんだなんだ、ここか。あ、やっぱこの本体の場所ね。吸収して。なんだなんだ、お賽銭。おお、あ、え、祈れんだ。すごい。100か500、今は入れない。ここは500でいこう。ご縁がありますように。あ、何を願いますか。お地蔵さんの位置、体力回復、気力回復、願い事を3つに増やしてください。3つに増やして。アラジンか。アラジンのランプの魔法、ランプの魔人に言うやつか。叶うわけないだろうが。500円無駄にした。500円無駄にしました。皆さん、願い事を増やすっていう願い事はダメです。お、大丈夫か、素手でくれていいか。お、お、なんだなんだ。おー、パワーだ、かっこいい。こいつは使えるぞ。何ですかこれ、火の印。あ、火属性のエーテルショットは威力が高い炎の矢、射程が長い。すげえ、属性までつくんだ。E ボタンで切り替えができる。で、長押しで、はいはいはい。あー、ここでね、これ火とか風とか弓とかができると。なるほど。寄り道した甲斐は。そうだね。片白10枚。あ、エドシーランが買ってる。片白10枚。10枚にプラス5枚追加で。次は情報を集めるぞ。なんか意味あんのかな。渋谷を見渡せる場所はないか。渋谷見渡せる場所。悪くない。光家な。渋谷光家のことでしょ、陰り家って。陰り家展望台を目指す。何か言ってる？タヌキ？力を使ってみろ。俺たちなら物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。本当だ。可愛すぎる。可愛すぎる。しかも気持ちを聞く。ちょい、兄さん、兄さん。なんだ？ほう、やっぱりワイの言葉が通じとるか。ほう、かわいいな。普通の人間とは違う。そんなあなたに頼みがあるんや。これでもサブミッションだよね、この色。
周本から子分たちと観光に来たんやが、この騒動やさかい、あー、わしは腰悪うてな、顔に探してもらえんけ。これサブミッションだな。化けて姿を変えとうが、兄さんには分かるやろ。姿を変えているタヌキだからか。見つけたらワイのとこへ来るよ、言いたって。オッケー。はぐれタヌキたち。タヌキの親分とはぐれてしまった子分が町中にいるらしい。子分のタヌキたちはいろいろなものに化けてるようだ。それは何？わかんのかな？ぬ、わしの割り返し近くに一匹おりやんけ。この神社に尻尾生えたんがおるさかい。見っけたらまたここに戻っといて。おー、子分を探せ。サイドミッションだね。なんかあそこに出てんだよね。あれのこと？もしかして。ちょっと一回行ってみるか。尻尾が生えてる子ね。これさ、ドッグフードとかめちゃめちゃ取れるけど、犬にあげたりすることできるのかな？国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？その割には口が悪い。KK は国の番犬だから警察なんだよね、もともと。警察なんてこんなもんだよ。いいんか、その発言は。え、待って、消えた。お、え、あ、これ一体どこに行ったんだ。いや、あれだな、これもサブミッションだな。ちょっと待って、サブミッションさ、ちょっとやりだしたらキリがないからさ、ちょっと制限していきたいんだよな。いや、マジで本当に多分一生やっちゃうと思うからさ、俺サブミッションだけを。尻尾が生えたやつってどれ、何に化けてんだろう。あのさっきの緑がサイドミッション、あれ別のサイドミッションだとしたら、尻尾が生えているあれかな、狛犬的なところに隠れてる可能性はあるね。君たちのどっちかなんじゃないのかい。違うかい。全然違いそうだな。え、こいつでやっぱ正解なの、あのタヌキのやつ。どうした？うん、ここで供養していた人形が逃げ出したんです。やっぱ人形の話だよね。すぐに事故で死んでしまいました。ほう、あの人形、髪が伸びたり、供養に出しても戻ってきたり、気に悪くて。なるほど。死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか。やっぱ別のサブサイドミッションだこれ。先に亡くなったあれが大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。なるほど。ここから人形の思念を終えるはずだ。うわ、やばい、いろいろやばい、3つも受けちゃってる。もうミッション3つも受けたらどれからやったらいいか分かんなくなっちゃうって。俺、思念が見えたぞ。あ、本当だ、思念が見える。うわ、思念が普通に飛んでる。思念が空を普通に飛んでんだけど。これちょっと待って、一回見失ったら終わりそうだから、まずこのミッションだけやるか。タヌキはどこにいるんだろうな、一体。うわ、分かりやすい思念。あ、ここじゃない、これ。おい、思念、これか。あ、これっぽいな。お、またこっから、あ、またこっから新たな思念が。外出る、外へ出て、はいはい、こっちへ行って、あ、またここにあるね。また思念が出ると。うわ、なんか敵もいるぞ。あんまり奥へ行くと危ないぞ。そこ行く、ここ行けんのかな俺。え、行けない、行けない。迂回するぞ。嘘でしょ、迂回できるか。うわー、これちょっと大変そうだな。待てよ、やべ、サイドミッションおもれ、サイドミッションめちゃめちゃおもれんだけど。エーテルして、迂回、あー、いるね。これどこまで行ったんだろう。この道ですらない可能性がある。近くに何かあるな。あるんだ。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。パワースポね。バレた、これもしかして。バレてないか。金もあるしな。いや、カラスがうるせえ。カラスじゃないわ、天狗がうるせえな。カラスと天狗ってだいぶ違え。間違えたらめちゃめちゃ怒られそう、天狗に、天狗側に。やべえ、めっちゃこっち来んだけど。もうこれ戦うしかねえか。普通に炎試してみよっか、一回。いけ、つえー。炎つえー。一撃か、いいね。溜めたら一撃か、めっちゃ強いね。よし、かっけえわ。さあ、どこ行った、日本人形ちゃん。お、え、君は誰ですか一体。
え、き、君は誰一体？可愛い。なんかそれ、そういう、え、ねえねえねえ、それできるだけ？ちょんちょんってやっただけ今。なんかこっち降りてくるのかと思ったけど、なんなのこれ一体？そういう意思疎通もできるのかと思った。なんで宙に浮くほどの力を持ったのかな。さあな。宙に浮いてんの？殺人鬼の霊でも乗り移ったんだろう。B 級映画の見過ぎだよ。あ、いた。DVD はよく見てるかな。サブスクじゃないんだ。なんか言ったか。KK サブスクやったことないからクレジットカードを多分契約できてないから KK。あ、またあった。あの猫ちゃん何なんだろうね。可愛かったけど、なんか交流できるのかなと思ったけど。お、ゴミ箱、ゴミ箱の中から金を。あ、何これ。あやたかだ。あやたかゲットした。こっちか。なかなか行くなこれ。待てよ、いろいろあるな。ご飯だけ回収しとこう。体力回復が絶対必要だからな。ここ、やべえ、サブミッションめちゃめちゃやってんな俺。渋谷駅、やっぱ渋谷とかは使えるけど光屋とかは使えないんだね。企業のものだからかな。おお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 、あ、ここら辺にあんのか。グラップルするか。上がってみよう。天狗がいてくれ、助かったぜ。むしろ、あ、あったあった。すごいとこ行かせんな、このゲーム。でも立体感がすごいからね、マップの。あ、めちゃめちゃ行くじゃんそれ。これ待てよ、どうやって行こう。これ天狗がいねえんだよな、これ天狗がいねえんだよな。はしごは使えそうではあるけど、これちょっと天狗が、おい、深刻な天狗不足。待てよ、こっちへ行ってから、なんかグライダーみたいなできた。でもあの上まできついよな。ジャンプからの効果、これで行こうか。よし、おお、で登ると。よし、やーべ、いるか。これ炎どうなんだろうね、強いんかなやっぱり。いやー、これ3体には怖い引き抜きやめた方が良さそうだけど。はい。あー強いね、なかなかね。OK、 人形ちゃん頑張れ。この人形結構大切なものだったりするのかな、やっぱり。何に対して、今何に対してこんなもの出た。あ、光絵でけえわやっぱり。確か光絵って渋谷で一番でけえんだよな。展望台とかって行ったことないけど、登ってみたいな一回。さあ上登って、あ、何いたぞこれ。あ、こ、あ、こ、この子なんだ。人形の声。あの藁人形には呪いが施されている。ほんとだ。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。わかった。めちゃめちゃコメディみたいな声だな、藁人形。藁人形じゃない、人形の声。よし、お祓いしようか。あー、はいはいはい、これね、これがお祓いなんだ。うー、うー、待て、もう一回、ちょっと待って、もう一回やるせ。ちょっとよ、KK に任せることもできるんだってか。こうだね、でも俺がやる。よし、で解放。え、解放 OK。 これ KK に任せたら俺の仕事もうなくなるだろう。おー、よかった。はっ、ありがとうございます。よかった。誰かがあの藁人形で弟を呪っていたんです。なるほど。弟さんって神社にいた男の人。こんな屋上でね。私のスプーンを守り続けていたんですが、うわぁ、離れてしまったせいで守りきれなくて。なるほど。弟は呪い殺され成仏すらできずにいました。じゃ人形が原因じゃなくて、人形はむしろ守り神だったんだ。優しい。いや、この真実が分かってよかった。伝えに行こう、弟にも。弟にも真実伝えに行こう。人形供養、人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。そうだね。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。ちょ、これ回収したいけどな。守ってくれてたのに。うん、あ、取れた。よっしゃ。じゃあ神社までぐらい、神社までグライダーしようか。この機能すげえよ。やべえ。大丈夫なんだよね、でも。エーペックスと一緒。落下ダメだけはない。ちょ、回収して。はい、壊す。さあ、まあ、日本人形だけ届いて、光へ向かうか。もうバリバリ俺光へって言ってるけど、大丈夫かな。さすがに大丈夫だよね。
僕はそう呼んでいますだけだから。はい、来たぜ。見つけてくれたんですね。当たり前だろ、悪じゃなかったぜこの人形は。ありがとうございます。うん、早速その気味悪い人形を燃やしてもらえませんか。違う違う、この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。でもこの事実伝えるのきつくね。そうじゃ、藁人形で呪われてたって伝えられるのきつくね。お前が守り神を手放したからだ。まさかこの人形の中に姉さんがいたなんて。ずっと私を守ってくれていたのか。そうです。それを私は、姉さん、すまない、許してくれ。まあでも姉さんも、お前ももう成仏できるはずだ。姉さんも良かったと言ったし、彼女もあなたを救ったことで安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。かっけえ、そのセリフかっけえ。礼はあの世で姉に言うんだな。よし、上出来だ。ちょっと今噛んだね。いやでもちょっと俺、藁人形で呪われてたっていう事実知ったら泣いちゃうな。で、片代がなくなったわ。片代なくなったから片代補給しとこう。さすがに泣いちゃうな。え、俺ってそんなことしたっけって思っちゃうわ。3000高えけど、まあ1万あるから買っときます。よし、貴重な品がありますよ。あ、買いました。もうありがとうね。さっさと行くぞ。KK マジで買い物付き合うの苦手だな。はい、で回収すると。よし、じゃあ光へ目指すか。光へ、こっから出ると、ここちゃんと閉めとこう。よし、上から行った方がいいかな。よし、はしご登りつつ。なんか建物の上にも結構あったりするもんね。なんだその船に乗せてくれ。なんかまたサイドミッションの空気を感じる。あ、形がない。え、さっき買ったのに1個だけしか買えないのか。あれ1個で3000円もすんの。たっけー。まあ、いや、とりあえず行くか。うわー、なんで死なないんだ。もう死んでるからか。俺 KK の力で死なないのかな。主人公もなんでビビんないのかわかんないしな、俺には。お、なんか扇風機が浮いてる。よっしゃ、回収。こっちから向かうで合ってるよね。マップだけ見とくか、一応。ゴミ屋敷の住人。あ、そういうサブミッションもあると。あ、サイドミッション毎回教えてくれんだ、こうやってマップ開くたびに。光へここか。一応ね。つけとこう、印を。こことかも渋谷にあんのかな。俺あんまわかんないな。おいおいおい。もう鳥居があるよ、あんな巨大な。いや、あれはあれでいい。実際に作ってほしい。うん、実際にね。さあ、どうやって行こう。登らなきゃいけないわけだもんね。なんだ、やめろ。あぶねえ。やべ、霧に入ったら死ぬんだよな。こっから行くか。工事現場。気味が悪いな。工事現場迷宮。迷宮なのか、ここは。あー、敵いるね。これ倒すべき。あー、もしかして弾ない感じか。風にするか。火強いけどな。いや、風弱いんだよな。うん、まだ生きてんだこれ。火強いな、やっぱり。やべ、 OK。 コアの引き抜きしたいけどな。ちょっと間違えて撃っちゃう。強くなったな。ありがとう。うわー、スニークしてえな。はい、エーテル、エーテルして。なんで今冷蔵庫の、冷蔵庫があったの。これも回収したいけどな。命が何個あったことありないな。あ、やべ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 、霧がめちゃめちゃ多いな。うわ、これ工事現場であるよね、これ。ちょっと美味しそうって思わない、これ毎回見るたび。あー、どこにコアがあるんだろう。あ、ここもダメ。やべえじゃん、ここ。え、ここ入んない方がいいよ、絶対。てか、ちょ、エーテルだけエーテルして迂回するわ。ダメダメダメ、ここ入っちゃダメだわ。うん、あー、てかこの歩道橋使うか。歩道橋使えばいいんじゃね。あー、いけそういけそう。これで行こうか。おい、これ霧ないよな、まさか。これ霧じゃないよな。やばい、知る。どっから向かえばいいんだ。近いのに遠い。
それが東京の街。なるほどな、東京とはいい街だ。よし、タクシーで行けるか。これタクシー乗れます、これ乗れますか。あれ行けない。ちょ待って、これどっから行っても霧があってさ、光への方向に行けないんだけど。これか、陰りへ行けないんだけど、こっからでもこれさ、炙り出さなきゃ。あ、ここ炙り出してかな。行くぞ、ほい。よし、あー、ここを炙り出していけってこと か。調べるぞ。なるほど、片白がないからな、吸収できないんだよな。片白どっかで補給しなきゃな、サブでもやって。よし、であとご飯食べよう、しっかり。よいしょ、工事現場はご飯がいっぱい落ちてる。ありがてえ。磯辺焼きめっちゃうめえよな。あとはなんだ、おはぎ過去つぶあん。こしあんもあんのかな、おはぎの。はい、エーテル、エーテル、片白欲しい。うわ、やばそう。これ地下、一旦スルーしていい。これ待てよ。うわ、でもここも霧あるな。まさか地下から行くパターンか、この工事現場の。可能性あるね。なんかおかしいもんな、全部の方向から行けなかったんだよな、近づけなかった。じゃあ下から行くか。おっちゃ、何の音だ。なんかクラブミュージックみたいなのが聞こえるけど。壊して、何かあるか。浄化する。あ、本当だ、鳥居がある、浄化。なんだなんだ、うわー、誰だ。誰こいつ、やば。あぶだ、ありがとう。何そのハサミ、美容師か。やべえ、凄腕美容師来た。やべえ、いけねえ、後ろ戻れねえ。ちょっとやばすぎ、やばすぎ、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って、やばい、凄腕美容師が来てる。はっ、これ風だと弱いんじゃないかな。あぶねえ、怖すぎ。ガードしっかりして、ガードしっかりしてやろう。あの、全部外してる。待てよ、風だと弱いんだよな。風打ち切った後炎打つか。炎あるよね、あるね。よし、炎モードに切り替えて、オッケー。溜めて溜めて溜めて、一発絶対外すなよ。俺完璧、炎やっぱ強えわ。その髪の毛に引火しろ。よし、あ、なんかこれ回収できそうじゃない。あ、バカ、あぶね。距離取りつつしっかり溜めて打つ。よし、やべ、外した。あと3発か。あぶねー、燃えろ燃えろ燃えろ、強えな、なかなか。でもうれしゃあ、よし、さあ終わりだ、おやすみ。なんだこいつは、今のやつなんだ、中ボス的な感じかな。凄腕美容師、あんなハサミ持ってこられたら俺は即逃げるけどね、その美容室から、さすがに。あ、なんか、あやたか、あやたかと、あ、おにぎりだ、やった。何おにぎりだろう。よし、浄化の続きやろう。うわ、怖いな、あんな感じでなんか登場することもあんのか。でもなんか KK が何の説明もしてくれない。今のやつに対してなんか説明してくんないの。力を感じる。うん、なんだこれ、これまさか水じゃない。絶対水だ、水の能力を得た。おお、いや、水が一番好きだわ。至近距離で命中させると威力が高い。あー、なんかショットガン的な感じかな。へえー、水が一番好き。晴れたはずだ、陰りへに向かうぞ。なるほど、ここでの戦いは必須だったのね。いや、片白がマジでないんだよな。あ、待て待て、行くな、行くなー、エレベーター。でもこのエレベーター使えなくね、乗ってから使え、あ、乗ってから使えたわ。よし、さあ行こうか。ちょっと水の手にしとこう。水マジでかっこいい、かっこよすぎるって、そのバシャー、やべえ、すげえクジラみたいだね、なんかいいね。あー、ほんとだ、霧が晴れてる。ここすごいな、どれくらい再現されてんだろう。いや、相当再現されてる気がする。やば、水でやってやろうか。至近距離からの攻撃だと強いんだ。おれ、あ、すげえ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 、もっと近づいてこい。しゃあ、さあ引き抜こう。引き抜いて、君も、よいしょ、で引き抜くと、あ、強い強い。オッケー、
南側にあると。よし、タリーズがある。テリーズか。一石だけ。これ逆になんか晒し物みたいで嫌じゃない？もうちょっと何個かないと。これ誰も外の席選ばないだろ、さすがに。いらっしゃいませ。ちょ、片白買いたいけどな、どっかで。コンビニ、あった。ちょっと片白だけ売ってる、コンビニで片白って買える？珍しいものが売ってるな。あった。え、俺でも13個持ってることになってんの。え、どういうことなんだろう。あれ、ちょ、長押ししとこう。とりあえず13個持ってるっぽいんだよね。そんな時間経ってないだろ。悪かったねじゃないって。そんな謝んなくていいって。これ南側ってどこなんだろう。待って、片白あったよねさっき。あ、なんか待って、敵がいる。これさすがにスニークできないか。さすがにスニークできないか。やべ、チケ。さすがに大胆すぎたか今。やべ、はい、待てよ。水の力、至近距離でどれくらいが至近距離になるんだろう。これは至近距離入んのかな。ほい、え、なんか強えんだけど、この女子高生たち。やっぱ渋谷のギャルって強えんだ。渋谷のギャルが一番怖いからな、結局。渋谷のギャルと税金が一番怖いから、この世は。でもまあギャルは優しいからな、結局のところ。あ、吸収できる。まだどこかにいるはずだ。よし、やっぱ1個買うと1個吸収できる感じだね。だから14個持ってるってだけで。あ、そっか、ちょっと待って、公衆電話からなんかさ電話しなきゃいけないんじゃなかったっけ。そういえばあいつ気をつけろ。なんだ、体がでかいだけじゃなさそうだ。あ、マジで、こいつ、こいつは体ちっちゃくね。あ、どいつのこと言ってんだ、体がでかいだけじゃなさそうって。え、こいつ体ちっちゃいよな。おい、わあ、でけえ。見えなかったか、それ。でけえわこいつ、体。マジか、足元塗ればいけんな。でもいや、強え、シンプルに強えな。雨降ってねえぞ、もう傘なんて捨てちまえ。雨降ってねえぞ、オッケー。まあ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 、ちょっと凶暴だったな。ちょっと待って、一回ちょっと電話するわ。そうだ、この吸収しなきゃいけないんだ。さあ片手打ち、かっけえ。よし、で転送する。オッケー。3400体だって。やりましたね。大丈夫か、一気にやりすぎて壊れてないか。そちらからの魂の転送を確認した。エド、時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。あ、やっぱ録音か。エドは人と話すのが苦手なんだよ。エド、コミュ障なの。電話ですら無理なの。電話24万体いるの。掴んだみたいだな。すげえ。そんないいんだこの世界に。あ、拝める。なんだこれ、地蔵。あ、体力アップだって。へえ。あ、だから、あの、頼むぜお地蔵さん。あの神社でさ、地蔵を探すっていうのがあったんだ。なるほどね。よし、じゃあ南口、南口はどっちなのっていう話なんだけど、まあこっちの方が近いからちょっと一回こっちから入ってみるか。駅っぽいし、ここ完全に閉まってんな、あっちは。あ、なんだ、なんか不穏な BGM が。なんだ、なんか喋ってんな。こっち行けねえわ。俺だって行きたくて行ってるわけじゃねえんだよ。わかんねえんだよ、場所が。逆側かな、これもしかして。そこまっすぐ、実はまっすぐ前が正解。これそんな正面から入れるようなゲームじゃないよな。正面から入れそう。人もいないし電車も来ない。なるほど、街が死んでる証拠だ。え、なにこれ。あ、びっくりした、梅を抜くに見えた。梅って何って思ったけど、これさ、一回ちょっと経験に頼んでみていい。経験に任せる。経験ちゃんとやってくれんじゃん。無言でやってくれんだけど、経験がやんなくてもいいゲームって珍しいな。よーし、あ、なにこれ、招き猫。うわー、すげー、めっちゃ金手に入った。3900、すげー、来て正解だったな。
おい、ここにもあるぞ、金が。よし、回収して。まあ、片代とか買えるしねって思ったんだけど、これ駅行けないよね、こっちは。向こう側か、やっぱり。なんか鳴き声聞こえるな。あ、こんなとこで焼きそば焼きそば屋台、でか焼きそば。わあ、焼きそば買っとこう。名物っぽいからな、渋谷駅名物だ、でか焼きそば。初めて聞いたけど。無駄遣いするなよ。はーい、分かってるよ。これ回収して、あ、イットだ。え、みんなイットが行われてる、ここで。え、イットが行われてる。え、バレたかも、見つかったかも。待てよ、敵か。警戒しつつ行こう。なんだ、でもあの先っぽいね、場所は。やっぱこいつを倒さないと。あ、スニークできた。貼り付けスニーク、お疲れ。まともに戦ったらヤバそうだったからな。正解だったな。さあ、炎をぶち込むか。おい、さあ浄化して。まあ最初は風でいいか。 OK、 お、吸収しとこう。地道にやるしかねえな。そうだな、何事もコツコツと地道に、それが一番だよ、やっぱり。うわー、ここでもたくさん服が脱がされてる。いなり寿司ゲット、またあった。うわー、こういうとこめっちゃ好き。屋台的なことか、おでんのスキップ。エコに報酬ねだるの。なになに、どういうこと、どういうこと、高っ。なにこれ。収集品を探して欲しがってる猫に渡すお礼をもらえる。なるほど、江戸時代の大判とかもあるんだ。え、黄金の楽器俺持ってんってこと、これ。これ持ってるってこと、これ。あ、やった、持ってた、知らないうちに。あー、なるほどね。これでアクティブにしといたら場所がわかんのかな、ぽいね。なるほど、じゃあお金稼ぎのためにはもってこいなんだ、ここは。うわー、ベビーカーとかもあるとつらいな。今の東京じゃ意味ねえな。渋谷って再開発されるんだっけ。これ燃料で炎がゲットできるのかな。なんだ、敵いんのか、どこいんだ。敵なかなか多いね。炎で仕留めるか。うわー、でけえやつもいるわ。燃えろ燃えろ燃えろ。よし、ワンダーコア引き抜きしたい。で、ワンダーコア引き抜きしたいんだ。よし、ワンダーコア、オッケー。危ねえ。いや、炎マジで強えんだけど。てか炎の威力やばい。炎だけでいい、下手したら。でもね、なくなるのが早いわ。強化してえな、炎。どうくらい、水の力だこれが。やっぱ水あんま効果ねえな。水と風あんまり強くない。さあ、オッケー。何これ、何これ、いっぱい飛んできてるけど。これ何、誰かが撃ってる。あ、撃ってんな、ちゃんと。さあ、ちゃんとためよう。はい、終わりだこれで。あれ、全然至近距離しかダメなの。あ、終わりだこれで。はい、よし、倒した。さあ入ってこっか。なかなか強いね、みんな。やっぱ風安定だな、かっこいいし。なんで鳥居とかがあるんだろう、こういうところに。またここおみくじ引けんじゃねって思ったけど、無理そう。俺前回出た今日をさ、根に持ってるからな、ちゃんと。うわ、なんか待って、ここ見たことある、この綺麗なさ、この階段。なんか見たことある。え、これって光栄にあんの。なんかツイッターかなんかで見たことあんな。回収しとこう、これ。やべやべやべ、こっち無理か。上登ればいいんか。はい、ここにあるんだ。すげえ、俺全然渋谷とかさ、別に遠くはないはずなのにさ、めっちゃなんか観光で来ました感すごいんだけど。あー、ここにもサブミッションの人がいる。あ、マックのケースもあるわ。
うわ、マック一番うめえよな結局。いやちょっと落ち込んでるからな。老人だ、しかも助けてあげなきゃ。ここにカッパ沼って沼があった。そうなんだ。たまに水死者も出てね。相当老人だなこの人。この昔沼があったって。ちょ、これどうしたらいいの。これだけ、これだけカッパ。あ、なんか向こうになったのか。なに今のカッパって。カッパの話何今の。あ、てか公衆電話ここにもあるんか。一応入れとくか。まあちょっと少ないけど、こういうなんかそこら辺に置いてあるやつでもいけるんだね。よし、さあで、この上か。あの人何なんだろうね本当に。サブミッションでもなさそう。おお、なんかちゃんとしたこのゆっくりなエスカレーターをゲームで乗るっていうのはなんかおもろいな。珍しいよこれは。いや、まあゲームだし逆走してみよう。うわ、何これめっちゃ綺麗じゃん。ここ、こんな感じなの光絵って。何これ、持って帰られそうだけど、こんなん置いてあったら傘とか。サブミッションもそこにあるっぽいけど、あ、カッパ沼の名残がここってこと。どうした。あ、キュウリ買ってなかったっけ俺。お尻からなんか抜かれて。シリコ玉を抜かれたな。シリコ玉。カッパにちょっかい出すからだ。何シリコ玉って。キュウリはあるか。あ、持ってんだカッパ。皆さんカッパが見えるそうです。これからこれでカッパを呼び寄せるぞカッパを呼び寄せる。ここに置くのキュウリを。カッパサイドミッションカッパ。ゾウの後ろに隠れる。あ、わかりました。カッパは火が苦手そうだからな。火で行こうか。うわー、カッパだ。どうすればいい。キュウリを食い始めるので隠れてます。了解。カッパってあんな感じなんだ。ちょっとカッパには火でしょう。もう火セットしとこう。やべ、カッパに見つかる。オッケー。焦んない。カッパ俺なんでカッパ捕まえてんだろう渋谷で。あいつの向きを探るんだ。あ、なるほどね、霊視でね。カッパって平泳ぎなんだ。やっぱ見つかっちゃダメなんでしょ絶対。さあみんな、俺は今からカッパを捕まえる。カッパ大、カッパ捕獲大作戦だ。やべ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 、俺全然キュウリ食べねえけど。カッパねえ、もっと一直線で行くんじゃないのこういうのって。大体よーし。KK どこを狙ったらいいとかあるか。カッパはやっぱ上の皿か。上のお皿を狙えばいいんか俺は。もしかしたら水の方が、水の方がいいかもね。水でなんか食器洗い機みたいな感じでさ、上の皿洗ってあげた方がいいかな。おお、あ、食ってる。食いくぞ、いくぞいくぞいくぞ、いけー。あれ、なにこれ。はやばい、逃げた。強いな。逃げた。しばらく隠れてないとダメだね。ロード入った。カッパのサブミッションにロード入ったんだけど。あれ、あ、もう一回で、どうや、何したらよかったの今の。ゆっくり近寄ってスニークとかがあったのかな。ちょ、ごめんなさい、ただ燃やしちゃいました僕。あー、食べ出した。で、なるほど、やっぱ近づくんか。あ、で、これで俺らカッパめ返せ。ふんがーカッパってこんなこと言うの。ふんがー最後の言葉かわいそうだろ。カッパの最後の言葉がふんがーって。待てよ。あー、どこだ。はい、シリコ玉。もう動けるだろ。マガタマみたいな形してたね。本当だ。あ、よかったよかった。もう妖怪にいたずらしちゃダメだよ。うん、ダメだぞ。ありがとう。よかった。あー、カッパの話はここに繋がってくんのね。あー、よかった、成仏できて。あ、気のせいだよ。気のせい。子供には優しいんだな。そういうところが好きだぜ、KK、俺は。あー、めっちゃいるわ。
さあラスト一人だな。このさ赤い球打ってくるやつまあまあ強いな。これね厄介だよ。ゆっくりだよ、ゆっくりではあるけどね。よーし全部倒した。やっぱスニークできない敵結構厳しいね。うわなんかブランドのお店みたいなのがあるわ。何がいいんだ。おいおい、マネキンが服着てねえぞ。マネキンの服着てねえぞ。ほんとお店の人がよかっ、着ていなくてよかったね。あれだしょ、ブランドの T シャツただの布っていうタイプでしょ。KK わからなくもない。まだ使えそうだぞ。お、エレベーターで行くか。じゃあエスカレーターも使えそうではあるけどね。いろんなルートがあるんだね。ちょっと一回エレベーターで行ってみよう。よし押す。え、一回5階行ってみるか。どこなんだろうね、高さ的には。わあ5階かなあ。8階だな絶対高さ的に。5階。どうも。わあデパートみたいな感じだね。なんか別に何かがあるわけではないのか。まあ、エーテルをエーテルだけ知ってもう一回上上がるか。本当に何もなかったね別に。こっからエレベーターで行く感じなのかな。さあエーテルをエーテルして、よし、さあもう一回上上がろう。8階か。8階。でも8階よりもなんか高い気もすんな。 50m あるわけでしょ上に。ねえ高そうだよね。あーまだまだ高いな。こっからまた登んなきゃいけない感じか。なんだあいつ。スニークしてまともに戦ったらやばそう。なんか紳士っぽいし、帯の色じゃなくてネクタイの色が赤いけど赤帯だろうな完全に。よし OK、 この酒おにぎりを食べつつ回復だけして。よし、おい今酒おにぎりじゃなくてなんか開けただろ。コップじゃない、空き缶じゃないわ缶を開けたという缶を。あやばそうだよあいつ、なんか持ってるし。ちょマジスニークするわこれ。落ち着け、いける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 。はい、お疲れ。え、注意しろ。マジで、こいつマジか。できねえの一発で。厄介だねー。おれ厄介だよこいつは相当。おれ、よし、あー終わったか。水の力、水の呼吸、やべ水の呼吸できねえ。待て、よし回収だけして。水はほんと近距離しか無理だからな。やばすぎ。ちょっと待って、食べ物食べて。だからさっきから何を噛んで食べてんの、飲んでんのそれ。おにぎり食べろとさっきの酒おにぎり絶対力になるから。おらよーし、金金持ち幽霊来た。5250、金持ち幽霊来ました皆さん。 あるある、こういうの、こういうのあるよね。東京の建物には。さあエーテルして、よし、また上に上がるんだよな。もうだいぶでも高いところにはいるんじゃないかな俺。おお、綺麗な景色。あ、女子高生も走ってるわ。女子高生も、あバレたかな、ポッキーさんでバレたかな。困っちゃうな人気者は本当に、次々とバレていっちゃうじゃん。あー何これ、屋上のなんか遊園地的なこと。うわ面白そう、そういうのもあるんだ。バイトだりーなーって言ってるレイがいるんだけど、レイになってバイトしてんのか。あいいね。うわーこれ屋上にないだろ、これ公園にしかないしさ。3つこっち向いて並んでるのシュールすぎだろ。どっちかっていうとこっち向きだろ。なんでこっち向けたこれ、設計者に問いたいね。あ屋台あるけど猫ちゃんいないね。あこっちは売ってるかき氷、かわいい。かき氷いちご買っとこ。やばい、俺ちょっといろんなとこで買っちゃってんな。 OK、 無駄遣いするなよ。はい分かってるよ、無駄遣いはしてないよ別に。うん、うわ霧がすごい、こっちの方。これでも一番有名なあの交差点だよな、104049になってくる。あれ109のことだよね。
ここ最初のあのムービーの場所だもんね。霧で覆われちゃってんだな。これカート乗れないんか、さすがに。さすがに乗れねえか。これ乗りたかったね、ちょっとね。さすがに無理そうだな。でもちょっと狭すぎない場所。もうちょっと取ってもらっていいっすか。カートももうちょっと乗りたいよ、遠くまで。さあ金回収して、この上か。エスカレーター登って、なんかダンジョン的な感じなんだね、この現代のビルが。おもれえな。一回はなんか想像したことあるよね、閉館後のビル、なんか商業施設、商業施設を舞台とした妄想したことあるよね。この上どうやって乗るんだろう。とりあえずこれも回収しといて、よし。あれもうマックスか。もう回収する意味ねえわ。これどうやって取るんだろうね、上のお金。上から回ってこれんのかな。力を使って調べてみろ。あー、なんかいるね。待てよ、これ多分こっから。よし、完璧。はい、回収。さあ、じゃあ行くか。なんか透明化できる能力とかちょっと欲しいよね。 あとさ、ちょっと待って、あのスキル上げとくわ。そうだ、これ風の力もちょっと上げときたい。風一匹残るからね。あと炎めっちゃ強いから一体貫通いいね。あー、でも2個しか上げれねえか。まあいいや。 OK で、こんなもんか。次食べんのはおにぎりにしておこう。梅干しおにぎり。次食べんの選べんの可愛くない、なんか。どこ見てんだよ。もうなんか魂抜かれてるって。よし、さあ行こう。気をつけろ。あ、上にもいる。厄介ですね、これは非常に。あ、気づかれた。マジか。このエスカレーターを使った対決しようか。あーべ、外した。待って、あいつやば、強そう。なんだこれ、やばいな。待てよ。うわ、強えな。見えねえ、全然当たってねえな。てかめっちゃいんな、マジで。あー、やばいやばい。強え強え、シンプルにめちゃめちゃ強え、こいつら。待てよ、一回ちょっとエスカレーターを使った戦いをしよう。もうなくなったか。よしよし、このサラリーマンが強えんだよな。右のやつも怖いね。あれためれない、全然。何投げてきた。電光掲示板落ちてった。メリーポピンズやってる。傘で飛んでる、空を。やべ、危ねえ。あいつら強え。ちょっと待てよ、しっかり狙う、しっかり狙う、溜めてから狙う。お、オッケー。今コア抜けたな。早めにコア引き抜きたいけど、やばすぎ。何が何だか分かんねえや。コア引き抜きしよう。引き抜いちゃって、やーべ、強すぎ。マジでいってる。え、死んだ。強よ、死んだわ。さあ地上にいるやつ全員倒したぜ。あとはあの空中飛んでるやべえやつらだけ。いやー、本当に強いなこいつら。何なんだろう一体。亡霊かな。あー、当たんないな。マジでよ、しっかり溜めて。うわ、3体もいんのか。まだ3体もいるんだ。一気に多分攻撃食らったら死んじまうから。やべ、守んないでやばいな。一気に攻撃食らったら多分死ぬんだよな、さっきみたいに。だから、ほ、まだ勝てえな。オッケー、1体倒した。あと2体か。あ、どうしたのか。あ、分身してただけか、もしかして。なるほど。オッケー、浄化。よし、この超巨大鳥居を浄化してと。オッケー。ヤシロに何か調べておけよ。本当にあんのかな、光家に鳥居。ないよね、さすがに。さすがにこれはちょっと海外の人がプレイしたら間違った渋谷になっちゃうけど大丈夫かな。え、光家行ったらこんなでっかい鳥居があんのってなるよね。俺が多分外国人だったらこれ多分そう思うよ、普通に。このゲームプレイしたら、あまりのリアルさに。待てよ、とりあえずここから回収するか。吸収して
でもまだ一番上ではないもんな、ここまだ上に上がんのかな、これ以上上に。あの上とか上がれんのかな、テンション上がるね、もし上がれたら。何かあるか、一応見とくか。ん、天狗がいる、なんかあるね、奥に。あ、誰かいるよ、君かもしかして。違うな、あれ別に社に何もない、社を調べるになってるけど、な、何もないですけど、それに関してはどうなんですか。あ、これか、こうほで解放、よし。おお、なんだ、天敵か、天敵がぶっ刺さった。一体どういう死に方をしたんだ。え、待って、これどうしたらいいんだ。社を調べる裏側かな、やっぱり。いや、え、待って、なんかある、今なんかえ、あ、いや、これかこれか、お札か、これも使えそうだ。お札の持ち方の癖、なんだ今の、マジシャンか、マジシャンみたいな使い方すんな今のやつね。あ、掛け軸、なにこれ、怖っ。おい、取ってくな、勝手に掛け軸は江戸時代に流行した幽霊が描かれた掛け軸、怖っ、怖いね、江戸時代の。え、そんなあんのかな、本当に、ありそう、本当に。江戸時代は本当にいたのかもしれんな、幽霊が。手に入れたお札を試してみる。はい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 、またあいつだ、しかもこれをお札の使用、はっ、おお、あ、麻痺すんだ、麻痺札みたいなの書いてあったもんね。しかもまたこいつまた生きてたんか、ちょっと別のやつか。ちょっと待てよ、冷静に対処しよう、冷静に。ほいほいほい、いや、全部近づいてきてる、俺が撃つごとに全部近づいてくる。こんな狭いとこで戦う、もっと広いとこ行こうぜ。やべえ、ジャストカードできないな、やばすぎ、攻撃食らうなよ。なんて、ちょっと一回これまた出して、その間に水に切り替えてご飯も回復してから水を出します。水溜めてよし。あ、なんか水あんまり入ってる感じしねえんだよな、マジで危ない。ジャストカード、水出せって入ってる感じしねえ、あんまり。いや、水入ってるもん、ほんとに。あ、切った、いい、終わりだ。いつか髪の毛を切ってくれ。影リエの展望台に行くぞ。オッケー。あそこならこの辺りを見渡せる。なるほど、状況も分かるだろ。楽しみ、夜景が見れるらしい。みんな、僕と夜景デートだね。いやー、気持ち悪いねシンプルに気持ち悪かったね、今の発言、ごめんなさい。手っ取り早く外から登っていくぞ。オッケー。使えるものがないか注意を払え。天狗ね、天狗を使ってね。よいしょ。さあ、この辺も変わっちまったな。変わっちまったんだ。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから。お、ワンちゃん、こんなとこにいたろ、かわいい、めっちゃかわいい、柴犬って感じがしてかわいい、この毛並み、かわいい。なに、なに、気持ちを聞く、気持ちを聞く、餌をあげる、あ、餌あげてみよう一回。お食べ、いっぱいあるからな、お食べ、いただきます。かわいすぎる、慌てずに食べなゆっくり食べな、かわいい、生き返る、かわいすぎる、よかった。またね、そこは掘れないだろう、コンクリートだから。そこは、いやいや、めっちゃくれた、金、金くれるんだ、ここ掘れワンワンってことか。ドッグフードをあげると金をくれる犬、うわー、どっちが飼われているんだろうか、果たして犬が飼われているのか、それとも人間が飼われているのか、僕には分かりません。やべ、これでも近づけないな、こういう時で近づけないんだよな、2体いる時。でもあいつのが厄介だから、うわー、めっちゃいんな、てかよく見たら女子高生がマジで強えんだよな、なんかね、硬いんだよね、体力めちゃめちゃある。なんでこんなあるんだろう、体力、これデポなのかな。
別に難易度ハードにしたわけじゃないんだけどね。さあここも浄化しておくか。よしで天狗使って上にだけど、また上にもいんなあ。敵が技を習得できるくらい強くなっているぞ。あ、本当に。何を覚えるかは任せるよ。お、俺のセンスに任せてくれると。でもなんかぐちぐち言ってきそうだな。 KK KK が決めてくんねえか。てか俺を動かすのも KK がやってくんねえか。俺はもう見てるからさ、ずっと映画として。それでいいか、映画実況者。待てよ、敵いんだろこれ。いるね。あのさ、天狗使って登ってきてんだけどさ、ちょっと行けるところまでは自力で行きたいという思いがある。なんか見てんな。何を見てんだ。よし、ここで働いてた人かな、昔。よしで、エーテルをエーテルして、さあここら辺からはもう天狗使い、いや、まだいける、まだいけるとなると言ってしまう。なんだ、お、三色団子、いいね。和なものばっかな、これいいね。全部好きだもん、和食。来たな、ここまでか。よし、こっから天狗だな。オッケー、まあ、でまず吸収だけしよう。吸収だけしつつ、そんなにいいの。ちょっと天狗力をくれ。オッケー、スニークしていこう。やっぱね、一気に見つかるとやべえから、なるべくスニークで倒してからっていうのが一番理想だと思うんだよな。あと回復しとこう。エスカレーターの上でご飯食べないでください。何採取しとこうかな。てかやめ、矢とかもステルス攻撃なんか弓矢って、それも使っていきたいね。どれくらい威力があるのか分かんないけど、え、だいぶ高いとこまで来たよ。こう見たら東京ってやべえな。でもさ、ちょっと待って、東京ってここまではビルないよな、さすがに。もうあたり一面ビルじゃん。こんなにビル密集してないよな、さすがに。もうちょっと控えめだよな。いるねー、スニーク出してやってみるか一回。あ、お、倒した。石垣なんこれ、強っ。倒しとくべきじゃん、早めに。エイムは自信ありだから俺。あべ、戦わずに済むからこの方が楽だ。変わっちまったな。最初はさ、全力でがむしゃらに戦ったのにさ、やっぱ金を持つと人はこう変わっちまうからやだわ俺。変わっちまったな。ちょ、スニークしたいけどこっち向いてんな。もう最後の方には本当にスニークしたいから壁を作ってしまおうとか言い出しそう、こいつ金持ったら。ちょ待てよ、あやたかだけ回収して、どうしようこれ。もうちょっと待ってよ、弓放っとく。これでも一撃じゃないよね多分弓。あー違うね、バレたわ。あーでも2発だ、弓強っ。おいお前、制服の着方がなってねえ。スーツはそうやって着るんじゃねえ、だらしねえ。ちゃんとちゃんと入れろズボンに。よし、だらしねえ。さあで回収する。よーし、うわー、ここもか。あ、なんだここ、え、なんか向こうと繋がってんの。ここは何なのこれ、閉じ込められてるってだけか。ただまあ上から行けるならそれでいいんだけど。あ、なんかいる、あれ敵、あ敵か、あれ普通に敵がいた。なんでバレてなかったんだろう今。よしで、あー東京タワーが見える。すげえなこれ。何あれ、プール、インフィニティプールあれ。あ、やべやべやべ、真横にいた、真横に、真横にいたって気づかなかった。おい、ちょっとエーテル欲しいな。はい、倒れるだけで腹筋ワンダー、怖ー。オッケー、回収。わあすごいね東京って。本当にあっちも渡れんだよな、渡ろうと思えば。グライダー使えば。でも後からにしよう、さすがに今はね、ちょっとタイミングが悪い。登んなきゃいけないからこっち。わあ、ここでも人がいたんだね。
絶対いる。あ、何これ。そこに何かあるぞ。これあの猫ちゃんいるんじゃないの、違うのか。あ、またお札。あ、何これ、数珠。何これ、数珠タブを解放した。へえ、あ、風属性攻撃 20% アップ。へえ、そうよ。かっこいい。最後の方どんどんジャラジャラになってくのかな、これ数珠が。何これ、最後さ、神に神の力を借りるみたいな数珠いっぱいつけてる街を調べてみよう。人いるよね、なんか。あれで見てみようか。オッケー、見る。おお、便利。ズームとかもできるのか。あ、待てよ、ズームは、え、アップアップダウン。え、ちょっと待って、これこれか。うわ、なんか変なキーに、キーボードでも変なキーにちょっと、あ、割り当てられてる。これね、何を見ればいいの一体。周囲を調べる、ね、なんかある、下の方か。見る、なんだ、まだそこに未練があるのか。最初の場所 ね、 事故った場所か。違う、なんかあんのかと思ったじゃん今、見るって出たから。なんだよ今の罠。すげえ未練あるやつみたいに思われてるけど、それは見るだろ。妹よく言ったよ、お、なんだ、絶対に助けてやる。渋谷429な、語呂悪いだろ429って。なんだ、え、あとどこだ。え、なんかある。外はどうなってるんだろう。うわ、どうでもいいことしか、どうでもいいことしか興味ない。こいつ向いてないぞこの仕事、どうでもいいことばっか言ってるもん。でもちょっと待って、これさ、そこはもう見たでしょ。え、右もないでしょ。え、これな、あ、なんか白い。あ、何あの白いの、雪。あいつ、あ、さっき見失ったやつだ。何、カッパ違うよな。あー、さっき、さっきってか、あのいたやつか。うわ、こっち見た、目いいな。マサイ族とかなのかな。地下に降りていったな。そうだね、そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。おぞ、地下か、渋谷地下へ向かう。渋谷地下、渋谷の地下なんて行ったことないけどな俺。あるか、多分あるな。うわー、ここまでか。でもでもめちゃめちゃ高いところに上がれた、嬉しい。どうだいみんな、俺との夜景デートは最高だろ、最高の気分だろなあ。うぜ、ちょっとあっち渡りたいな、あのインフィニティプールみたいなの。ちょ、渡ってみていいですか。行きますね。やばい、頑張れ、行け。うわー、なんでいて、どこここ、変なとこ降りちゃって、わあ、ちょっと待って、頼む。ああ、おじさん、カッパさっき見たよ。なるほどな。悪さをする前にカッパを捕まえてくれて助かったよ。ああ、いや、よかったよかった。まあ悪さしてたけどな、もう。おお、浄化できた、成仏できた。よかった。カッパが気になってたんだな。人が現世にとどまる理由ってそういう本当はくだらない理由なのかもしれない。でもそれが人によってはみたいなね。いいね、なんかそういうの。やっぱ人にとって大切なものとかって違うからね。だから人の大切なものをバカにしてはいけないんだよ。よし、一応毒フードも買っとくか。キュウリだけ持っててもダメなんだ。ちょっとご飯買っとくわ。なんかやっぱさ、結局必要だからな。よし、ありがとうね、猫ちゃん。さっさと行くぞ。すげえ嫌がんな、マジで。毎回言ってくるもん、毎回。こんな言ってくるやついねえよ。友達と買い物しててさ、終わったか、まだか、お前遅えなとか。絶対一緒に行きたくないもんな、買い物。まあエーテルも結構、まあもうエーテルできてるから、別にそんなに見つける必要はない、壊す必要はないからな。渋谷地下か。ちょっと待ってよ、マップ一応見とくか。あー、なんかまたサブミッションがどんどん増えてる。一旦モメン、ちょ、気になるな。何かを伝えたい霊がいるようだ。気になるー。
ちょ、行っていい？ちょ、行っていい？どこ？それ、行ったもめん。え、そこ？そっちなのか、カッパの近くか。ちょっと行っていい一回。おい、行ったもめん。俺は、わざわざ帰ってきたぜ。あ、どうした？布に襲われた女。白い布に襲われた。それはやべ。もう息はしてない。笑い事じゃねえ。もう息はしてないだろ。いや、そんなツッコミいいんだって。白い布か。なんだろう。やばい、行ったもめに会えんのか。ってことはただの布じゃないな。なるほど。お願いだから何とか。やべ、笑ってた録画ソフト落ちたわ。死ぬことはね。戻ります。けど調べてみる必要はありそうだな。一旦モメンってさ、でも妖怪だよな。妖怪もねんのか。一旦モメンを捕まえる、やりてえこのミッション。ちょっと待って、これはやるわ。俺捕まえるわ今から。あ、ここにいるの？ここにいるっぽいよ。なんと、え、こっちか。いるのか。え、どこだ目的地。あーいたいたいた。嫌がった。いた。のやつね、あいつはこっちを気にしていない、うん、あとは動きが止まるまで。そうだね、全力で追いかけるんだ。あ、これ追いかける系。ちょ、これも何。え、このまま行けばいいんか、まっすぐ。え、でもさ、そんなさ、空飛んでけるわけでしょ。うわ、こういうとこ行っていいの。こんなとこ歩いてごめんなさい。怒られちゃうな、お母さんに。すげえ、こんな上も行けんだ。あ、でも新しいこの霊を獲得できる。一旦モメンって結構さ、妖怪の中でも強いやつだよな。チャンスだな。お、チャンス。あ、簡単、めっちゃが妖怪吸収。こんなこともできんだ。おもれー。一旦モメンに勝った男。わ、嬉しいな。なんで僕こんな一旦モメンに興奮してんだろう。自分でもわからん。でもなんか俺ちょっと一旦モメンに興奮する体になってしまったかもしれない、気づいたら。敵めっちゃいんな。ちょっとスルーしていいですか、一旦。スルー、一旦モメンしていいですか。つまんな。さあ、もう大丈夫だぜ。成仏していいぜ。取り返してきたぜ。よし。うん。いいよ。ね、いいって、それ。そのブラックジョーク。もうブラックすぎて笑えないんでて、あんまり。KK もさっきさ、もう死んでるだろうとか言ったけど。それで笑えないからな、誰も。生きてる人間は。まあいいや、とにかくちょっと今回のパートはここまでにしとこうかな。ねえ、君もそう思うよね。おくれ、君もそう思うよね。よし、浄化だけして。今のスニーク判定なんだろう。さあ、ということで、じゃあ最後公衆電話だけ探して、次回渋谷の地下の方へと行きたいと思います。こんな空中でも開けんだよ。おー、なんかかっこいい。あー、え、電車の線路もあんの。リアル線路だ。ちょっと待って、これ、うわー、山手線が止まってる。すげー。俺さ、結構電車好きなんだよな。あー、でもあれだ、切り替えポイントはないわ。てか、この路線封鎖されてるし。俺切り替えポイントが好きなんだけど。あ、切り替えポイントないか。まあ大体こうやってさ、駅出た後ってあるんだけど、ここら辺に。いや、そこまではやっぱ再現されてないか。まあいいや。じゃあ次の目的地は渋谷の地下。あ、これだ、メインミッション。 OK。 じゃあ、まあ次回そこへ行きつつ、またサブミッションもこなしてこっか。てか、もう近いな、ここら辺か。公衆電話ないか、どっかに。公衆電話めっちゃできんね。公衆電話ありそうだよな、ここら辺に。こういうさ、こういうお店が一番うまいからな、結局。こういう焼き鳥屋とか。公衆電話は、てか、なんでスマホ対応してくんねえの、エドシーラン。あの、毎回公衆電話っていうのがちょっともうめんどくさくなってきたんだけど、俺は。公衆電話を探すってさ。じゃあ、スマホから対応してくんない。車の上に乗ってあったあったあった。すげえ離れちゃった。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。そう？俺なんか毎日乗ってるけどな。と、本当だったら大炎上発言をしつつ。
嘘ですよ、もちろん。さあ、終わろう、今回は。うわぁ、もう1900台も集まったか。よっしゃー。オッケー。え、なんだ？え、マリ？マリの声が聞こえる。助けてって。え、なんだ？どういうこと？なんで転送することによって聞こえんだ？よし、じゃあ次回続きやっていこうと思います。ということで、ポッキーでした。カラオケ御殿行きてということで、次回渋谷の地下へと。ではバイバイ。